気づいた。これやばうま。いやー幸せ。電源システムここに挿しました。そしてここに差し込みました。そしてってますよ外は。あ、中は電気毛布が待機してます。今中で暖かい環境が作れるように設置しています。ちょっとごちゃごちゃしていますけれど、マルチシェードで中を見えない、見えにくいようにしています。車内です。意外と広いような狭いような車内ですけど、このシートを前に倒すと結構広く感じます。よいしょ。ほらこうやってやると結構広い。そしてシートをちょっと前へ。キツネくん、キツネくん前に。そして枕をこうすると広く寝れます。これ今音楽聞いてますけれど、片付けがだいたい済みまして、支度をしています。外部電源から電気もらってますので、結構いろいろやれちゃうんですけど、こういう
巻くやつとかこうして整えたりします。鏡は車のドアミラーを使ったりします。こんな感じ、まずは朝といえばコーヒーを沸かしたいじゃなくて飲みたいなと思っています。お水入れて出してこれでほら火がついた。そのうち湯が沸くと思います。そしてさっき歯を磨いたり顔を洗ったりしたんですけど、そこのサニタリーなんとかっていうシャワールームやらトイレやらもついたところが素晴らしかったです。寒いのにお湯がすぐ出て便座もあったかくてびっくりしました。ありがとうございました。そして私はこの炊飯器でこれからご飯炊こうと思います。それではご飯を炊きます。とっても簡単、もう無洗米、無洗米ってすごいんだよ、洗わなくていいって。ちょっと玄米混ぜてきたんですけど、でここになんと、おっと、水は、あ、ここに目盛りがあるので水を、よし、こういうことですよね。これでご飯が炊けちゃうっていうからすごい。でここにまた電気もらえてるので、であとここでこれね、ついたんですよ。これであとは待つだけ。コーヒーを入れます。寒いですから、こうしてお湯が沸いてます。いい香り。よし。お外でコーヒーは幸せですよ。ちょっとこれ置く場所がないから。床に置いちゃう。さあ、いただきます。ご飯がポコポコ炊けてます。じゃあご飯を待ってる間にシシャモ、これをレンジでチンしておかずにしようと思ってます。それではご飯が炊けます。
ました。見えるかな？すごいご飯炊けましたよ。そして、おかずがあるんですけど、もう一品。忘れちゃったので、いや、かけた。本当はここはしゃもじなんでしょうけど、しゃもじがないので、こんな風にあ、いい感じに炊けています。では、では、いただきます。味噌汁も、炊きたてのご飯はやっぱり美味しいです。